皆さんこんにちは、津田塾大学先輩チューターのポンコです。よろしくお願いします。さて今回のテーマは女子大についてです。女子同士のバトルが怖そう、知名度が低そう、出会いがなさそう。そんな不安を持っているそこのあなた、現役女子大生のこの私がこの三大不安のリアルを本気で答えていきたいと思っています。それではどうぞ。三大不安その1、女子同士の争い。結構不安に思っている人多いのではないのでしょうか。私も実際そう思っていました。私の友人に女子同士の争いはあるかというアンケートを取ったところ、なんと 83% がないと答えました。共学ではよくある恋愛から生まれるいざこざが発生することがほとんどないため、恋愛バトルが繰り広げられることはほぼないです。またある人の意見では、異性の目を気にすることがないため女子同士で群れることがなく、とても楽だと答えていましたよ。なので女子大だからといって女子同士のバトルを心配する必要はありません。三大不安その2、知名度。私の大学名を聞いてそれってどこって思った人もいると思います。今は共学の人気がとても高まっているため、女子大について知らない高校生が多いと思います。しかし親世代からの支持率はとても高いんです。ちなみに私の津田塾大学は女子の東大と昔は呼ばれていたくらいで、学力や就職率に信頼を持つ大人がとても多いです。高校生から見たらあまり知名度はないかもしれませんが、大人の人から見れば知名度が高いので安心してください。三大不安その3、出会い、彼氏。女子大に行ったら彼氏できなそうって思いますよね。恋人がいる割合を共学と女子大分けて調査をするとこちらの結果になりました。割合は実はほぼ同じでした。女子大であろうと共学であろうと、彼氏がいるいないの割合は変わりません。女子大の人は自分から出会いがある場所に行けば彼氏を作ることもできます。ということで今回はこちらの女子大の三大不安のリアルについてお話をしてきました。この動画を見て女子大へのイメージが少し変わったり、興味を持ってくれたら嬉しいです。それではまた見てね。バイバーイ。